どもどもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢だ。さて今日のアニメは？今日はアニメ紹介まで早いね。ああ、視聴者が30秒で離れてたからな。悲しい理由だね。ああ、スキーのジャンプ台より急降下だったんだ。立て立て立ってくれー。立った。船木。おい、長野オリンピックのラージヒル団体の話？何年前の話してんだ。さっさと始めんかい。うるせえ。もう始めるとこだったのにうるせえ。さあ今日のアニメは？窓曲げだ。珍しくいいチョイスしてますな。ああ、じゃあ紹介を始めるぜ。今日はやけにテンポよく進行しようとするね。ああ、そうしないと5分以内に終わらねえからな。なんで5分なの？そもそもアニメを5分で紹介とかも。黙れ。サラリーマンにそんな時間はねえ。ただでさえ仕事で疲れてんだ。竜宮の電車に押し込まれ、それでも職場に向かってんだ。サラリーマンを舐めんじゃねえ。は？は？なんなんこれ？矢島金太郎だ。それで？まずはこちら。金太郎は何だったの？金目窓かだ。本作の主人公だ。てかもうまとまりきらないから、名セリフトップ5にするわ。船木とか金太郎をなぜ組み込んだ？まずは第5位だ。マミさんの名セリフ。ゲロフィナーレだ。確かにインパクトはあるな。この戦い前までマミさんは一人で戦い続けていた。でも窓かの言葉で一人でないことに気づいたんだ。もう何も怖くないな。その後のマミさん変身姿もウキウキだ。ちょっと待って。どうした？ゲロフィナーレの後はショックだから、第4位頼むわ。ああ、第4位は？放送事故の一歩手前、さやかちゃんの名セリフだ。私って、ほんとバカ。さやかちゃん。さやかは好きな男の病気を治す願いを叶えるために魔法少女になったんだ。その結果がこれだ。もう見てらんねえ。このアングル制作者、天才か。そして汚れが溜まってしまって。やめて、もうさやかちゃんを苦しめないで。第3位行こう。ああ、第3位は、人魚の魔女で手下取る、キューベイの名セリフだ。キューベイ？何かあったかな？キュッぷい、だ。は？は？なんで第3位がキュッぷいなの？有名だからだ。ネット上でもスロットでもな。もういいから次は？あ、第2位だな。京子ちゃんの名セリフだ。京子ちゃんといえばあのシーンかな。一人ぼっちは寂しいもんな。いいよ。一緒にいてやるよ。さやか。さやかちゃんを助けるために、京子ちゃん頑張ったよ。もともと京子は人助けや正義感を語るさやかとは、相反しており殺し合いをしてたからな。京子も父親のために魔法少女になったが、結果として不幸になった過去があるからな。ああ、そうだな。窓かにさやかの名前を呼び続けろと、まさに命を懸けて助けようとする姿に、涙が止まらねえ。まさに名シーン名場面だったな。次は第1位頼む。ああ、任せろ。1位はホムラちゃんだ。やっぱりあのシーンかな。約束するわ。絶対にあなたを救ってみせる。感動の名場面だな。ああ、この後のエンディングテーマの、タイミングは天才だ。ホムラは窓かのために同じ時間を、ループし続けているんだ。ホムラが魔法少女になった理由は、窓かを守るためだもんな。そうだ。窓かを魔法少女にさせないためには、キューベイと契約を交わさないようにしなくてはならない。つまりはこういうことだ。理解した。殴る特訓をしたり。疲れててもお尻にハンカチ。綺麗好きだな。他にも銃を調達したり、爆薬を調達したりしたんだ。気合の入りようがちげえ。それでも運命を変えることができなかった。ホムラちゃん、なんか悲しい気持ちになったな。そうか。じゃあ最後は笑顔の画像にしとく。なんでやねん。間違えたわ。やっぱ窓紛はええな。じゃあもうええか。もう寝るで。見てくれてほんまにありがとうな。ありがとう。